今フェラーリに乗せてもらってスタートしました。さあこれから銀座へ行ってみましょう。銀座に行ってみるそうです。すごく楽しみです。この注目度や音がみんなに伝わると嬉しいです。銀座に行ったらすごいことになりそうですね。本当に今でも信号に止まるたびにみんなに注目されて動画を撮ってるのがちょっと恥ずかしいです。フェラーリって乗るとこうなるんですね。今までにスポーツカー乗ったことありますか？ないですよ、そりゃスポーツカーなんて自分には無縁の存在だと思ってましたから。なるほど。お仕事はどういうふうな職業なんでしょうか？仕事は今、新卒、大学を卒業して2年目の設計をやっています。機械の設計をやっています。貴重な体験をしていただいたわけですね。本当です。本当に良かった。